ありがとうございますすみません先輩と一緒に勉強できるなんてドキドキしちゃってそれに先輩の教え方とても丁寧だから。 分かりやすいですありがとうございますはいああ、そうですね付き合って初めてお,おうちデートではないんでしょうけど勉強会ができて 実は昨日、夜、よく眠れなくて、先輩のことばかり考えていたので。あ、あ、あ、はい。も、もっと近づきたいんですけど。で、でも今日は、ほら、 勉強しなきゃいけないのでテスト週間ですし先輩あっ何でもありませんあじゃあ先輩がさっきから私のことじっと見つめてくるから 勉強できません <laughs> はい時々が、限界突破しそうですて、てで,で,ですねえ、えー、っと <laughs> 1たす1は2です <laughs> そんなことテストに出ませんよ 紛らわせようとしてくれてるんですか <laughs> ありがとうございます <laughs> 気を取り直してお終わらせましょう <laughs> 終わらせてからいろいろ何でもありません 先輩それ手止まってますよ <laughs> 先輩も一緒だったんですねよかった私だけが緊張していると思ってたので。 どうぞ、これ使ってくださいはいあその消しゴム大きいですし切っても大丈夫ですよはいもちろん使ってください <laughs> いいんですよ授業中も私の消しゴム使ってくれても。 今のところははいわからないところがあったらその都度言いますね。 そこ間違ってるかもはいここです <laughs> そんなことないですよ私の学年でも習うところなので。 ドドキキしちゃったんですかあごめんなさいいつも私がドキドキさせられてるから先輩のそんな顔見られてはい面白いです 一緒にドキドキさせようと必死なんですねもしかしていつもそんな感じだったんですかいつも学校にいてよく見られなかったのかもしれません私先輩がこんな顔してるなんてダメです逃げないで 先輩 <laughs> 緊張してますね嘘つき手もこわばってるし肩も少し上がってる私のこと意識してるんですね嬉しい 先輩 <laughs> いつもと逆ですねいつも先輩に翻弄されっぱなしたから何でしょうこの気持ち先輩が赤くなるたびに。 もっといじめたくなっちゃいます先輩う暴れないでください嫌なんですか嫌じゃないですよね先輩毎日私のこと抱きしめたいってたくさん言ってましたもんね させててあげてるんですよ私のこともっともっと抱きしめてください変ですか確かに変かもしれませんいつもの私だったらこんなことできないのにでも今日は邪魔もなく 先輩の顔をじっと見られるんですから先輩あの私勇気が出なかっただけで私も毎日先輩のことを抱きしめたかったんですはい 本当です。先輩言ってましたよね。言葉にしてほしいって。今までの私は、恥ずかしさのあまり、思ったことがうまく口に出せなかったんです。先輩のことが大好きだって。大好きです、先輩。 <laughs> 先輩そんな顔を私に見せちゃダメですよ言ったじゃないですか今日はいつもと違うってダメです勉強なんてできませんよねこんな状況で先輩 手握ってくだはい先輩もっと力強く握ってください私のこと絶対に話さないって思ってくれてますか本当に 先輩今まで不安でしたよねこれからはたくさんたくさん愛してあげますよどうしてあんなに恥ずかしかったんでしょう先輩を愛したら愛した分だけ帰ってくるのにもったいない もったいないことしちゃいました <laughs> そのもったいない時間をいっぱいいっぱい埋め尽くしてあげますね私の愛でそんなことないですよお酒なんか飲んでないです これが本当の私なんです <laughs> まだちょっと恥ずかしいですけどもっと近づいてもらってもいいですよ先輩えっ <laughs> そんな声初めて聞きましたかわいいですね先輩はいドキドキしてますよもちろん聞いてみますかじゃあ感じるだけ感じてくださいでは どうですかたくさん私の心臓の音聞こえますか私も聞いていいですか 落ち着くん先輩の音耳が赤いですね先輩恥ずかしいですかかわいいそっか 先輩もいつもこんな気持ちだったんですね私がおどおどしている時ずっと可愛い可愛いって言ってくれてそれも嬉しかったんですこんな情けない自分が可愛いいのかって先輩 先輩も、とっても可愛いですよ。<laughs> ダメです、先輩。もう戻れませんから、今日のお勉強は終わり。今から、私についてもっともっと知ってください。 先輩が大好きな私について今まで伝えられなくて不安にさせてしまった分たくさんたくさん先輩を愛しますから先輩大好きです どんどん情けなくなってください先輩